今日は猫が鳴き声を通じて人間とコミュニケーションをとる方法について面白いお話ししましょう。猫は様々な鳴き声を使って私たちとコミュニケーションをとります。挨拶の鳴き声は短いにゃーといった鳴き声は単なる挨拶や歓迎の意味です。猫があなたに近づいてにゃーと鳴いているなら、それはあなたに好意を持っている証拠かもしれません。餌をねだる鳴き声は猫がお腹が空いているとき、中程度の音量でにゃーと鳴くことがあります。これは餌をねだるサインです。猫は私たちに餌を与えてほしいと伝えているのです。不満や不快を表す鳴き声は低い音で長く、にゃーと鳴くことは猫が不満や不快を感じているサインです。遊びたい鳴き声は高い音でにゃーにゃーと鳴くことは遊びたいサインです。猫は遊び相手を求めているので、遊んであげてください。病気や不調を伝える鳴き声は猫が痛みや不調を感じているとき、異常な鳴き声を発することがあります。これは獣医に見てもらうべきサインです。猫の鳴き声は個体によって異なり、猫とのコミュニケーションを理解するためには耳を傾ける必要があります。あなたの猫がどんな鳴き声をしているか観察してみてくださいね。